はい、こんにちは。秋のゲームこそラスクラ実況です。はい、それではペルソナコラボ第1弾ユニットモルガナの課金装備評価をしていきたいと思います。で、今回もいつものように先に結論を言っておきます。モルガナはアクセサリー優先です。で、まあその理由について、まあほとんどの方がですね、ちょっともう感づいてると思うんですけれども、一応解説をしていこうと思いますので、よろしければ最後までお付き合いください。では参りましょう。ではまずそれぞれの性能を見ていきます。まず武器がパチンコ、装備種が弓、属性付与が貴族性、ストレングスプラス204、インテリジェンスプラス128、マインドがプラス63、特性がクリティカルダメージプラス 20%、 クリティカルダメージ上限プラス2000、物理攻撃時に敵のディフェンスをマイナス 10% してダメージ。アクセサリーがモルガナの仮面、ストレングスプラス58、インテリジェンスプラス41、マインドプラス62、特性が超必殺技がクリティカルするようになる、すでにミティスの効果、属性耐性が貴族性プラス10、ステータス異常耐性が沈黙に耐性がついています。まずパチンコについてですが、クリティカルダメージのバフと上限追加がついている上に、相手のディフェンスを下げてダメージが確定でついているのは大きいんですよね。物理攻撃時なら必ずディフェンス 10% 下げてダメージを入れれるのはかなりいい性能だと思います。で、ステータス面も優秀で、ストレングスだけじゃなくてインテリジェンスのマインドにもプラスがついていますので、モルガナの場合、自前スキルのマブテンリンも個性も乗ってきますんで、見た目以上に火力は出そうな専用装備だと思います。続いて仮面について、こちらもう言うことないですよね。はい、超必殺クリティカルがついてきています。超必殺クリティカルがついている時点でもう勝ち確定なんですよね。毎度言ってますけども、超必殺クリティカルっていうのは習得できない性能なんで、専用装備についたらもうほぼそっち優先と考えてもらっていいです。で、ちょっと残念な点は貴族性耐性がついてるんですよ。で、もともとモルガナは貴族性耐性がプラス35なので、そこを補強するよりも弱点の雷マイナス30を補強してほしかったなと。で、あと沈黙耐性がついてますので、自前の耐性と合わせて無効化が可能です。で、モルガナ自身はキュアオールを持ってますので、沈黙か麻痺以外なら自身で直すことが可能です。なので、この専用装備があったとしても麻痺の無効化は別途必須だと思います。というわけで、先ほども言いましたけども、超必殺クリティカルがあるという時点で仮面優先が確定です。で、あと言い足すならば、武器については事前評価の時にも話した追の霊王鳥があるん で、あちらは現在更新されている本編さえ最後までクリアできれば、あとは周回で入手可能なレア装備なんで、あれを装備できればそれでいいかなと思います。モルガナの専用装備の解説は以上です。高評価を押すかどうかはお任せします。引き続きジョーカーの課金装備評価の解説動画を準備していますので、よろしければそちらも見てください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。